豊原さん中か。はい、先ほど。さっき銃声聞こえたけど、どうせまたポンコツばっかなんだろ。誰だお前。ここは立ち入り禁止区域だぞ。おい、勇気してんじゃねえか。売買を取り仕切っていたのね。彼らをどこに売り渡すつもり？教えるわけねえだろ。殺せ。現場に到着。状況は、夜叉の姿はどこにも。別府一馬が現れました。どうやらあなたを誘い出したようね。望むところです。君がウグイス？ええ、よくも私の仲間を。私を恨むのは筋違いだ。私は黒田財閥の意向に従っただけさ。あいつらに利用されてるのがわからないの？私にとって大事なのは湧き上がる探求心を満たしてくれること。
君に竜神の力を与えたらどんな怪物が生まれるんだろうか。随分と余裕ね。所詮君に勝ち目はない。うわっ、やっと会えたわね、ヤシャ。始末できるならしてみなさいよ。